次は、日本の女性声優、歌手、プロダクションエース所属、東京都出身、血液型は O 型。2012年に、声優ユニット、アニュメプロジェクトの一員としてデビュー。2013年に、オーディション番組、未来日記レボリューションにて、ファイナリストとして勝ち残る。その縁で、2013年のウェブアニメ、宮川家の空腹にて、声優デビュー。 2014年に映画、青鬼の主題歌、青いクレストにて、歌手デビュー。山田幸と、二人組ユニット、デュアルフレアとして、新妹魔王の契約者バーストのエンディング、テンパチャーを担当。妹は、かつて平田オフィスの新人部フラッシュアップに所属し、現在は、コミフェクト所属の女優の秋元美咲。特技はクラリネット、引き笑い。趣味は、腹筋、水泳。 大食い、音楽に触れること。イメージカラーは、ビビットピンク。好きな食べ物は、しゃぶしゃぶ、ジャガイモ。好きな音楽のジャンルに萌えソングをあげている。好きな声優は、勇者になれなかった。俺はしぶしぶ就職を決意しました。で共演した、田所厚さ。ふとじは、メインキャラクター。デュアルフレア、ブア、リ、VR クレジットプロジェクト。ありがとうございます。